スラスラスラー、スエチャンネルです。日本で一番難しい入試英語は何大学何学部？千葉大学第1問やっていきましょう。千葉くん、この企画史上初めて国立大学ね、扱うことになりました。前身企画でね、東大とか名古屋大学とかね、やってましたけど、京大やってなかった。そうだ、京大やってなかった。今思い出したんですけども。なんで今回千葉大学を選んだかって言いますと、今日からこのスエチャンネルは千葉スペシャルを展開していくことになりましてね、その先陣を切るのがね、こちらの千葉大学のね、入試解説っていうことになるわけでございます。ということで、早速千葉大の入試問題、長文一問見ていきましょう。どうぞ。今まで私立ばっかやってきましたけども、今回国立ですので、だいぶノリが変わってきております。設問6個あるんですが、全部書け、説明しろって問題ですね。説明か和訳ですよね。これほど記述させるところってあまりないような気がする。京大くらいだと思います。東大とかね、名古屋大学とかは何箇所かな空いてて、ここに入る単語は何でしょうみたいなね、問題もあったりしててね。東大なんてもうほとんどマークシートに解かせるようにね、記述少なめっていうことに今最近なってますけども、千葉大はゴリゴリやらせるんですね。はい。まあでも、文章自体はそんなに難しくないかな。まあ和訳はちょっと大変なところもありますが、あと内容説明ね、今まで私立ではなかった内容説明問題をどう対応すればいいかっていうところもちょっとお話ししながらやっていく形にしましょう。When people reflect on what it takes to be mental fit, the first idea that comes to mind is usually integers. The smarter you are, the more complex the problems you can solve. いきなり、ザ比較級、ザ比較級、ね、構文が出てきました。これを和訳しなさいって問題です。まあ一応一段落の内容は押さえておこうか。うん。And the faster you can solve them, integers is traditionally viewed as the ability to think and learn.知能っていうのは、まあ、考えて学習する能力だとね、捉えられてきましたよと。ただ、この後、やるといいな、turbulent は、turbulence で、乱気流ってね、意味。これは Q 様でもね、出た単語ですので、ちゃんと押さえておきましょう。激動の世界の中では、as a set of cognitive skills っていうのがなんか重要視されてるみたいだねと。それはつまり、rethink and unlearn ですね。はい。think に理がつき、learn に案がつきました。どういうことかっていうと、考え直すことと、わざと忘却すること。はい。これが大事っていうのが、まあなんか今までの価値観と違うなっていうね。これがこの文章の肝っていうところを押さえておいてください。特にリスインクのところですね。はい。アンラーンは意外となかったような気もする。はい。まあ、それ見た上で、じゃあ和訳ですね。ザ比較級、ザ比較級っていうのは、最初の部分、何々すればするほど、最後の部分で何々するみたいなね、感じの和訳になるかなと思います。だから、前半の部分は、あなたが賢ければ賢いほどという形になりますね。で、the more complex the problems you can solve。ここがちょっと悩みどころだったかもしれませんね。the more complex。まあ、ここがね、一応形容詞となるわけですけども、わざわざ the problems とする必要があるのかなっていう気もしませんか。うん。ちょっとそこでね、悩んだかもしれないんですけども、あえてここで the 入れてぶった切ってるってことは、まあ、あくまでも肝は the more complex the problems。まあ、主たる動詞がないのがちょっと気にはなりますが、おそらく問題がより複雑になるってことなんですね。でも、それだけじゃ通じないよね。あなたが賢ければ賢いほど問題は複雑になるはさすがにおかしいんで、You can solve っていうのはこの The Problems を説明している、まあ、関係代名詞説みたいな感じで捉えればいいんでしょうか。あなたが解ける問題はどんどん複雑になっていくという感じにすればいいのかなと思います。短いし基本的な構文なんだけども、ちょっと惑わせてくるなっていう感じですね。はい。Imagine that you just finished taking a multiple choice testYou start to second guess one of your answers. You have some extra time. Should you stick with your first instinct or change it? あるあるですね、これ。はい。皆さんよく共通テストで、まあ僕の時代はセンターでしたけども、どうしても2択ってところまでは行くんだけども、その2択、どっちがやってんだろうなって、もしかしたらこっちかもしんないとかって言ってね、なんか迷って答えを変えたら不正解。
というケースはね、結構あるんですよね。なんか神のいたずらみたいな気がするんですよね。だから僕もその神のいたずらに抗おうと思って、結局本能で決めたね、答えに縛られようとね。それで当たったかって言われると微妙なところではあるんですけどね。だから僕の座右の銘一つだけ言います。迷ったらそこで試合終了。はい。迷いが生じた時点でもう神はいたずらを発動するっていうことでね、そこに本能とか何もないんですよね。About three quarters of students are convinced that revising their answer will hurt their score. そう、だから、まあ、大半の人はやはり、答えを変えてしまうと点数を落としてしまうんじゃないかってやっぱ思っているんですね。Exercise great caution if you decide to change your answer.Experience indicates that many students who change answers change to the wrong answer. やっぱ変えちゃうと間違った答えに行ってしまうことが多いから、答えを変えたいときは本当に本当に注意を払ってくださいね、みたいな感じで、答えを変えることに対してはやっぱ消極的な姿勢を見せる人が多いですね。やっぱ僕の感覚合ってるんですね。その本能をやっぱ信じるべきなんですよ。気まぐれを許して、ごめんなさい。あんまり僕、椎名林檎さん歌い慣れてないんでわかんないんですけど、これ鬼レンチャンね、レベル10だからね、相当難しい曲ってことはわかるんですけども。ということでね、基本的にやっぱ答えを変えるっていうのはあまり良くないんじゃないかと考える人は多いですね、と言っております。With all due respect to the lessons of experience, I prefer the rigor of evidence. Renatorio of Psychologists conducted a comprehensive review of 33 studies. They found that in everyone,The majority of answer revisions were from wrong to right. This phenomenon is known as the first instinct fallacy. ファラシーっていう単語の注釈を見ると、だから最初の本能、直感は間違っているという感じでございますね。はい。逆の結果が出てきました。ちょっとここでなんか、あれって戸惑うかもしれないんですけども、下線部があります。A comprehensive review of 33 studies. 行われたことによって何が分かったでしょうっていうことですね。はい。内容説明の問題はやっぱ国公立独特の形式だと思うんですけども、これってなんか皆さん難しく考えすぎる傾向にあるんじゃないかなと思うんですね。基本的にこの内容説明の根拠は下線部の近くにあると思ってください。なんか出題者意地悪して結構遠くに置いてるんじゃないかなんてね、被害妄想を働いて全体にターゲットを広げてしまうとなんかもう分かんなくなってしまうんですよね。あくまでもまず下線部の内容はしっかり押さえよう。下線部は何言ってるかっていうのを押さえた上で、それとマッチしそうな部分を同じ段落または次の段落前の段落それくらいで考えた方がいいかなと思います。遠くに行きすぎてはいけません。根拠は遠く遠く離れていないですね。はい。基本離れていないと。ということで、今回じゃあ、A comprehensive review of 33 studies が conducted って言われてますね。When a toy of psychologists conducted a comprehensive review って言ってるんだから、まあこの when 説、カンマ、後ですね。They found that, they found って言っちゃってるもんね。これは分かったことを言おうとしてるんだなと。そういうサインでございますからね。ちゃんとサインがあるので、そこを見逃さないでください。ありふれた時間が、ありふれた時間ってよく考えたらよくわかんないですね。はい。They found that の後、ちょっと押さえてみましょう。Everyone, the majority of answer revisions were from wrong to right. はい、そうですね。間違いから正解。大半の答えを変えた答案は、間違いの方から正解の方に行ってるよっていうね、話をしたんですね。これが、まあ、この調査した結果分かったことってなっておりますので、ね、ここら辺をね、うまく日本語でまとめていただければなと思います。で、in one demonstration っていうところで、まあ、もっと具体的なね、調査ですね。やはり答えを変えた人っていうのは、不正解から正解の方向に進んでいる人が、多かったよってね、話をしています。Only a quarter of the changes were from right to wrong, while half were from wrong to right ですね。wrong to right が2分の1、right to wrong が4分の1。まあ、他の4分の1は間違いから間違いに行ったっていうね、ただのアホですけども、アホって言わないでね。答えを変えると、不正解から正解の方向に行くっていうのがやっぱ多いんじゃないのっていうね、話になっております。もうちょっと掘っていきましょうね。Of course, it's possible that second answers are inherently better. いや、まあ確かに間違ってることもありますよ。だけど、
They are only bitter because students are generally so reluctant to switch that they only make changes when they are fairly confident. ここもちょっと構文読み取りにくかったりとか、reluctant ってね、言葉の意味が分かってないと、誤解するかもしれないんですけども、大半の人は答えを変えることに消極的なんですよね。だけども、ちゃんと自信を持って、答えを変えるのであれば、それは全然いいことじゃないですかっていうことをね、含んでおります。But recent studies point to a different explanation. 違う説明が出てきます。で、和訳問題です。It's not so much changing your answer that improves your score as considering whether you should change it. まず、どんな構文が使われてるか、パッて見抜けませんか ?Not so much A as B ですね。Not so much A as B で A ではなくて B だろうと言いたいわけですよね。だから最初の方は違くて次の方が正しい。As 以下の部分が本当に言いたいこと、正しいこととなります。ただそう見たときに、じゃあそういうマッチのこの間違いの内容は Changing your answer that improves your score なんですか?ここがね、またちょっとミソなんですよね。Not so much がかかってるのは実はChanging your answer まででございます。はい。これね、何が起こってるかっていうと、強調構文ですね。はい。It is A that B っていうと、それは〇〇だ。何々なのは〇〇だとね、言いたいわけですよね。強調が入ってて、実はね、この強調構文と、so, not so much as を、掛け合わせてることによって、なんかすごい入り組んでるんです。What improves your score?It's not so much changing your answer as considering whether you should change it って言ってもいいんですけども、ちゃんと強調構文にしておくとこういう感じになると。だからね、この that improves your score っていうのは強調構文のお尻の方っていうことでね、間違ってでも not so much が changing your answer that improves your score までかかってるとは思わないようにしてください。ちゃんとしたね、日本語で最後ね、これテロップに出てる通りにね、うまく。整理していただけるといいんじゃないかなと思います。ちょっとね、ややこしかったけど、簡単に言うと、構文としては not so much A as B を使っているのだが、強調構文のね、it is 〇〇 that バツバツの〇〇の部分に not so much A as B が、組み込まれているっていうちょっとややこしい文でございますね。語順変えるなって、ね、正直僕は思うんですけどもね。We don't just hesitate to rethink our answers.We hesitate at the very idea of rethinking. お、なんか、言い訳がましいですけども。私たちっていうのは、その rethinking、再考する、見直すっていうこと自体にためらっているんですね。見直すっていう概念。それが、なんか嫌だとね、思ってるわけですね。はい。Take an experiment with hundreds of college students who are randomly assigned to learn about the first instinct fallacy. The speaker told them about the value of changing their minds.And gave them advice about when it made sense to do so. On their next two tests, they still weren't any more likely to revise their answers. 最初の直感は間違っているもんですよなんてね、話をしたにもかかわらず、やはり人々は、答えを変えることをしなかったと言っているんですね。はい。下線部4の理由として筆者が挙げている2つのこと。理由を答えるわけですね。なんで私たちはもう一回考えるっていう概念自体を嫌っているのか。これね、正直言うとちょっと離れています。はい。下線部4以降で述べられていることは、やはり人は、答えを変えたがらないねっていうことしか言ってませんからね。じゃあなんでそれがそうなってるんですかっていうところが Part of the problem is cognitive laziness で始まる次の段落ですね。ここに根拠があります。この cognitive laziness っていうのはね、なんかちょっと専門的な用語が出てきたところになんか怪しいなとね、なるわけですね。はい。Some psychologists point out that we are mental misers. We often prefer the ease of hanging on to old views over the difficulty of grappling with new ones.まあ、まずこれがなんか一つのポイントになりそうですね。古い考え方に固執して、新しい考え方なかなか受け入れられないってね、簡単に言うとそうなんですけどもね。まあ、これがなんか一つ目っぽいなと思う上で、yet there are also, also ってことは、あ、もう一個あるんだなっていう感じになるのかな。deeper forces behind a resistance to rethinking. ここはちょっとまだ曖昧ですけども、次ですね。questioning ourselves makes the world more unpredictable.
It requires us to admit that the facts may have changed, that what was once right may now be wrong. Reconsidering something we believe deeply can threaten our identities, making it feel as if we are losing a part of ourselves. 一番強そうなのはやっぱ最後の文かな。まあ、考え直すとなんか自分のアイデンティティ、まあ、自己同一性って日本語でするとそうなるのかな？ね。なんか自分が否定されてるっていうか、迷う感じになるというか、うろたえる感じがあるから、やはり、もう一回考え直したくはないという感じになるのかなと思います。はい。この段落のね、ある二つの内容をまとめればいいかなと感じですね。はい。まあ、どこを持ってくるかっていうのはちょっと悩みどころかもしれませんが。Rethinking is in the struggle in every part of our lives. 引き続き Rethinking のね、ことを述べているんですけども、ここはあまり問題には関わってこないかなという気がしますね。We laugh at people who still use Windows 95, yet we still cling to the opinions that we hold in 1995. Windows 95使ってるやつなんかね、笑い物にされるけど、でも1995年に構築された意見にはやっぱ固執するよねって。1995年にできたものって言ったの何ですか？そうだ、わかった。残酷な天使のようにです。はい。あれ、今でも歌ってる人多いですよね。カラオケランキングね、堂々と食い込んでくるね。残酷な天使のテーゼをね、歌う人が多いっていうのは、1995年の文化をありがたってるよな、という一つの例ですかね。はい。まあ、僕も歌いますけどね。でも僕はルフランの方がいいかな。思いっきり、魂のルフランとかね、言った方がかっこよくないですか。ね、残酷な天使のテーゼってみんな歌うもんね。僕はルフランで差をつけたいなと思います。差なんてあるのかな。 At some point, you probably heard that if you drop a frog in a pot of scalding hot water, it will immediately leap out. だすんげえ熱いお湯にカエルを放り込んだらすぐ飛び跳ねて逃げていくと。 But if you drop the frog in lukewarm water and gradually raise the temperature, the frog will die.生ぬるい状態からどんどん加熱させてって、でも、あちゃちゃつーってなる頃でも、いや、動かないでおこう、みたいな感じで言ったら、逃げ遅れて死ぬみたいなパターン。すげえ残酷な話をしておりますけどもね。はい。まさしく残酷な天使のテーゼですけどもね。軽く言うもんじゃないですね。失礼しました。It lacks the ability to rethink the situation and doesn't realize the threat until it's too late. I did some research on this popular story recently. 中略ありますが、まあ、あまり気にしないで。It isn't true.なんで it isn't true これは間違ってるとね言ったんでしょうか。はい、その理由は絶対前には書かないと思いますんでね、間違いなくこれは後でしょう。後って言うともほとんどないですね。しかも最後の段落は思いっきり和訳問題もあるし、こことなんか根拠を被らすっていうことはさすがにしないような気もするっていうね、ちょっと出題者側の意図を組んでの考え方にはなりますが、やはり toss into the scaling pot どこかね取っていった方がいいですね。はい、これは実際に筆者が実験をしたんです。そしたら逆の結果になったってことでね。はい。もうあまりにも熱いお湯だったらもう逃げられないと。お湯に触れた瞬間にもう体がやられちゃって逃げられないという結論になりました。一方で、じゃあ少しずつ熱くしていったらどうかっていうと、やべえと思ったらちゃんとカエルは、外に出ますよというね。またなんでこんな残酷な実験を再現したんだって。平気で書いちゃうんだって。動物愛護に反してるみたいな感じでね、なんかすごいちょっと苦情が来そうな文章ですけども。はい。っていうね、筆者の見識あります。逆の結果になったって筆者はね、実験してる。それが理由ですね。っていうのをちゃんと書いてあげましょう。It's not frogs who fail to re-evaluate. It's us. Once we hear the story and accept it as true, we rarely bother to question it. これはね、そんなに難しくないと思ってください。むしろ皆さんも英作文で積極的に使ってほしい。例えば once、ひとたび何々すればですね、不可逆性みたいなところをね、表現できるんですよね。Once we hear the story and accept it as true. 話聞いて、それが正しいと。受け入れてしまったらもうってなって We rarely bother to question it. Rarely っていうのはめったに何々しないですね。Seldom も似たような感じでございます。この頻度を表す副詞のね 100% から 50%、0% に至るまでこの過程を全部ね覚えておくようにしてくださいね。はい。で、bother to do で、もうわざわざ何々するっていう感じでね、やるかみたいなね、感じなのは、ボザーツですね。わざわざそれを疑うことは、めったにしないよね、って。
これはそんなに難しくない基本的な内容なんで、皆さん満点回答を目指してほしいところですね。ということで、やってきましたけども、この国立の文章の感覚どうですか？まあ、私立しか受けないっていう人はね、参考にならないような気もするんですけども、まあでも結構ね、ロジカルにね、読んでいくっていう練習には、国公立の文もいいんじゃないかなと思っているんですけどもね。はい。内容的にもそんなに難しい話ではありませんでしたね。注釈も結構丁寧に入っていましたし、それちゃんとね、把握しておけばそんなに難しくないかな。注釈だけでなんとなく、文の内容をつかめるっていうのもあるかなと思いますので、今のところあまり難しそうな気配はありません。第2問、第3問ね、またどうなってるかですけどね。次回第2問、第3問とやっていきたいと思います。この動画良かったよって方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。